シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は残渣堆肥やプランターの中にいる害虫の撃退方法を紹介したいと思います。残渣堆肥を夏野菜に使いたいとか、去年使ったプランターの土を再度利用される方もいらっしゃると思いますけども、これからの時期土の中にいる雑草の種とか害虫の幼虫、これが潜んでいるのが気になる方は今回の方法でやってみてください。ご質問にもご回答してまいりますので最後までご覧ください。また質問もお待ちしております。じゃあ行ってみましょう。去年使ったプランターの土をそのままにしておきますと、雑草の種とか害虫の卵等が潜んでおりますので、苗を植える前に撃退しておかないと害虫の被害に遭うことがあります。特にネキリムシ、コガネムシが多いと思いますので、事前に対策をしていきましょう。家庭菜園ライフではネキリムシをガードする方法を紹介してますので、そちらも参考にしてみてください。こちらがプランターです。今こちらに去年使った土が入っております。お庭等で直に広げると大変ですので、シート等を広げて中の土を一旦出してから確認していただきたいと思います。プランターの土を出し終わりました。こういう一色ごて等があれば、小刻みに土を分けてから虫がいないかどうかを確認してみてください。ヨトウムシもしくはコガネムシの幼虫等が潜んでいる可能性があります。ここにいました。これはヨトウムシですね。このように幼虫が潜んでおりますので、細かくチェックしてみてください。夏場はこのような黒いビニールの袋に入れて1ヶ月ぐらい放置しておきますと、虫等も死滅しますので、このような消毒をしてみてください。ただし袋の中が60度を超えないと効果がありませんので、春にうってつけの方法をこれから紹介したいと思います。使うのはこちらの瀬戸物の鉢です。こちらに残渣土を入れて熱湯を注ぐというやり方です。瀬戸物の鉢は保温性が高く、お湯を注いでも30分以上60度ぐらいの温度をキープできる利点があります。土に直接熱湯をかける方法でもいいじゃないかと思うかもしれませんけども、表面しか効果がなく、全て撃退するのは難しいと思います。30分ほど高温をキープすることがポイントです。今ここに残渣の分解した土が出来上がっております。これを鉢の中に入れていきます。去年掘り起こした時にコガネムシ等がたくさんいました。この中にはミミズもいるんですけども、なるだけミミズは死滅させないようにしといていただきたいと思います。このミミズは分解されたものを餌として良質な土を生成するのに役立っております。撃退しないように土の中に返しておいていただきたいと思います。でっかいコガネムシが土の中に潜んでおりました。このように大きい幼虫は捕殺すればいいんですけども、目に見えないような卵とか幼虫が潜んでおりますので、熱湯消毒が有効だと思います。沸騰したお湯ができました。ではかけてみます。やけどしないように作業をやってください。徐々にお湯が底から抜けていくと思います。このまま一晩放置しましょう。ゆっくりとお湯が浸透していってます。外から触っても熱いぐらいです。今時はプラスチックのプランターが流行っておりますけども、素焼きで作った鉢の方が保水力が非常に高くて、このように水分を鉢自体が吸収して夏場の乾燥防止に非常に効果があります。お湯が完全に抜けました。これを一晩置いて乾燥していきます。こちらの鉢の中の木くずは除去、
もしくは古い糸にかけて使いましょう。こちらにあるものが一晩置いて乾燥させたものです。完全に乾燥させるためには 2,3 日の日にちが必要です。ふるいにかけていきたいと思います。残砂の木くずがまだ分解しきれなくて残っております。これは捨てます。出来上がった堆肥を畑に撒いていきます。サラサラの状態なので非常に撒きやすいです。害虫の心配もなくなりました。特にこの残砂堆肥を使うことによって葉物等の生育が良くなります。私はこの残砂堆肥を使ってほうれん草、小松菜等を栽培したんですけども、非常に育ちがいいです。プランター栽培をする方もぜひやってみてください。ただ一つだけ注意点があります。この残砂堆肥のみを使って栽培しますと非常に窒素分が多いんですね。したがって土と混ぜて使うようにしてみてください。特にプランターで使う場合は土を8、残砂堆肥を2で混ぜてから使ってみてください。ではご質問にご回答していきます。こちらの2月下旬の作業にコメントいただきました。では読み上げさせていただきます。油石鹸水の作り方を教えてくださいというコメントです。ありがとうございました。作り方なんですけども、ペットボトルの2リッター入りを準備していただきたいと思います。それから食用油を準備してください。またヤシの実洗剤を準備してください。以上3つあればできますので、ぜひやってみてください。こちらのペットボトルのキャップにまずヤシの実洗剤を入れます。そして2リットルのペットボトルに入れてください。続いて食用油であれば家庭で使った油でも結構ですので、こちらをキャップに2杯ほど入れてください。そして同じくペットボトルの中に入れてください。2杯で、それを混ぜ合わせて振ってから水を入れれば完成ですので、ぜひやってみてください。すぐ使っても大丈夫です。今日は残砂堆肥、プランター内の害虫の撃退方法について紹介しました。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。